ジェンクトスンは、ドイツヘッス選手、ベッツラー出身のプロサッカー選手。トルコ代表、ベシクタシュ JK 所属。ポジションは、フォワード2011年1月29日、アイントラハとフランクフルトからガズイアンテプスポールに移籍。2013から14シーズン終了後、ベシクタシュ JK に800万ユーロで移籍。契約は5年。 メルスイン・イドマン・ユルドセンで移籍後初出場を果たすと、同試合でハットトリックを達成した。2018年1月5日、エバートン FC と4年半の契約を結んだ。同シーズンは途中加入ながら5ゴールを挙げ、ポストル格として期待に応えた。波に乗る中、同年6月には代表戦で、ファンに首切りパフォーマンスをして、退場処分を受けた。 しかし翌シーズンのマルコシウバ体制では、若手のドミニク・キャルバート・ルーウィンが対頭したため3ゴールに終わった。シーズン終了後には、フルスのベシクタシュやフランクフルトが興味を示した。2020年1月10日、クリスタル・パレス FC へ、シーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2021年2月1日、ベシクタシュ JK へ、 シーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。ゴール、ありがとうございます。